はい、皆さんこんにちは。今日プロ YouTuber の勝葉です。それでは ABC189 回続き E 問題やっていきます。問題はこちら、ローテイト&フリップ。問題文は2次元平面に N 個のコマが置かれています。でこれには、1から N までの番号がついてて、コマ i が置かれている座標は xyyi だそうです。で複数のコマが同じ座標に置かれている可能性もあるみたいですね。で、M 個の操作、オペレーション1からオペレーション M を順に行います。で、操作は4種類あり、入力形式と操作の内容は以下の通りですと。すべてのコマを原点を中心に時計回りに90度回転させた位置に移動する。いいでしょう。には、その反対で反時計回りですね。これ全部のコマが動くんですよね。で、3P ってやると、すべてのコマを直線 X イコール P に対して対称な位置に移動する。はい、で 4P ってやると全てのコマを直線 Y イコール P について対象な位置に移動する。ふーん、なんで、まあいいでしょう。でクエリが9個与えられるので、アイバメのクまあそうで、アイバメのクエリだと、まあこういうのが与えられるやるから、あんで AI 個目の操作を行った直後にコマ BI が、ああそういうこと、あだからオペレーションも決まってるから、 AI 個目までやった時 BI コマ BI どこにありますかか。まあいいんだけど、これ線形変換なんだよね。線形変換だから別にあの行列かなんかも持っておいて終わりなんだけども、てかそうするか、そうしましょう。はい、じゃあやりましょうね。絵を描きたいんだけど、これか。はい、まあ操作が4種類あって、1,2,3 の P と4の P ですね。はい、これは90度回転、こっちは左に入ってに90度回転ですね。こっちに90度、これはこっち向きに90度、3の P は X イコール P、 X イコール P ではこうか、ここで左右反転、 4P は Y イコール P なんで Y イコール P で上下反転ですね。はい、じゃあこれどういうふうに動くかっていうのを見てみると、XY が全部どこに行きますか？これは、うわ、めんどくさい。原点中心ですよね。原点中心だから XY は、あ、わかんない。ちょっと頭の中に書けないので、こうしましょう。ここに1、0があって、ここに0、1があって、ここにマイナス1、0があって、ここにマイナス、あ、0、マイナス1があります。で、1、0が0、1に移るから、X が左に行って、Y が多分マイナスつくんでしょうね。そうだよね。マイナス1、そうですね。はい、そうです。で、これは90度逆回転は、これが今度、0、1が1、0に行くから、0x がこっち来て、あ、違う。y がこっち来て、x が多分マイナスくんでしょうね。まあ、こんな感じですわ。まあ、これはだから、0、0? なので、XY に対して XY に対して1とマイナス1するのかな、0マイナス1、1、0ですね。でこれは1マイナス1、0、0か。はいはい。でこれは X イコール P なんで、 XY は Y はそのままで、 X は 2P 引く X ですね。あ、 2P 引く X か。なるほど。ってことはこれは XY1 に対して、1はそのままにしてもらって、で、Y もそのままでよくて、X が 2P-1、2P-X なので、2P とマイナス0ですね。はい、で、XY は、X のままで Y が 2P-Y になるから、これはマイナス1、0、0、0、マイナス1、2P。001の XY1 ですね。はい。だから、4つの線形変換は全部こうなります。1は、ちょっと待ってね。0、0、マイナス1、1、0、0、0の1の0の0と。はい。で、2は、この符号が逆なやつ。こうですね。で、3がこれで、4がこれです。で、あとは、左から順番にピーッと置いてあげて、累積積を計算しておけば OK ですね。はい。じゃあそうしましょう。e.py
これあれだな、ナムパイ使った方が早いかもな。ナムパイで行列に出したことないんですよ。フロムインポートナムパイアズ MP。 ナムパイはいいんだけど 2×10 の故障じゃん、ちょっと怖いよね。ちょっと怖いんで、はい、普通にやります。2つの行列のプロダクトをやります。ここで出てくる行列全部 3×3 なので、ワインレンジ3、オデインレンジ3、オーケインレンジ3して、レスポンスは3、オーウンジラインレンジ3にしといて、プロットカッコ i カッコ k プラスイコール、プロじゃない、レスポンスの a のカッコ i カッコ j かける a の、b のカッコ j カッコ k ですね。追加入れない。で、リターンレスが OK なので、これでとりあえず行列設計できたから、あとは N もらって全部いい感じに変換すれば OK ですよね。XY。M この操作、オペレーションが、はいはいはい、オペレーションのもらい方めんどくさいですね。はい。N は int のインプット。で、4i in range n、ポイントか、ポイントドットアペンド、プリント、スプリット、タプリにしとく。はい。これでいいかな。あれ、ポイントがないからね。ポイントはこうです。1ポイント。で、次、何するかというと、ポイントもらって、でポイントもらいました。次 M もらって、 M このオペレーションもらいます。はい、 M は int のインプットで4 i n レンジ M したら、あ、そっか、累積積とか持たなくていいのか。あ、背浮きとかいらないんですね。はい、というわけで、はい、オペレーションは最初単位行列です。1の0の0、はい、0の1の0、で0の0の0ランジですね。はい、これにどんどん掛け算していきましょう。はい。で、オペレーション。あ、で、まあ、なんか、マトリックス、はい。で、オペレーションをですね、もらいます。インプット。ドットスプリットしとこうかな。普通の文字列、スペースとかがない文字列スプリットすることがあるんでしょうか。はい、1個だけのからの行列になり、配列になります。いい話。で、if len の op が1だったら、if op カッコ0イコール1ですか？そんなことありますか？あ、ていうかこれあれだ、同性整数だから、mapInt.split の int にしておきましょうか。あ、で、タップにしといて。ね、op の0が1だったら、90度回転なので、マットは、あ、てかマトリックス図にするか。はい、こうしましょう。まあ、最初これしか持ってないよっていう配列で、これは、あ、そうなんだ。はい、うん、まあ、こうしましょう。で、これにどんどん追加していくというふうにして、マッツドットアペンド、プロダクトのマッツドの最後のやつかける、はい、ここで、各行列を思い出します。どんな行列ですか？これですね。はい、0の1の、あ、マイナス1の0。はい、1の0の0。はい、0の0の1と。はい、ですね。っていう風なのをどんどんやっていけば。かな。はい、で次はこうですね。オペレーションが2だった場合はこのマイナスの1が変わります。で、2つあった場合というのは、 if オペレーションカッコ0が、3だった場合は、3だった場合の行列がここに書いてます。と p がこうですね。で、その上でこうやって
0、あ、ここがマイナス1、0、2×p。で、あとは単位行列っぽいやつというふうになります。ここは p です。いうかな。で、4の時は、まあ、x、y ひっくり返ってるだけなんで、こうやって、ここは1でよくて、ここも0でよくて、ここがマイナス1になり、ここが 2×p ですと。そうですね。どいつもこいつもあれですね。行列式がマイナス1なのかな。まあいいでしょう。では、これでできたから、あとはクエリをもらいます。クエリインプット、line レンジ Q、A と B もらって、AI 米の操作を行った直後に B がある場所を教えてということなので、ああ、これあれか、行列席は、ちゃんと行列席にしましょうか。len a と、len b 括弧0ですね。で、ここ len a、len b、b 括弧0にしといて、おしまい。はい。で、こうしとけば、line レンジ Q で、b と。ab をもらいます。どうせこの人全部1インデックスなので、あ、だけどまあ、A が1インデックスなのがよくて、B が1インデックスなのが、B があれだよね。B が、点のことだから。ん、点なので、B マイナス1にして、ポインツの B というのを見ればいいですね。ポインツ、アンサーは、プロダクトのマッツか、A の、はい、ここは縦の行列を入れてあげましょう。ポインツ括弧 B の0と、ポインツ括弧 B の、あ、でもポインツをもう最初から行列にしとくか。はい、ポインツがですね、今、ポインツがこれ、こうなってるけど、XY ってやって、はい、こうやって。でですね、なんだっけ、ポインツカットとアペンド、こういうふうに、こういうふうな縦ベクトルを入れておいてあげましょう。で、OK ね。はいはい。で、アンサーはそれの取って、まあ、アンサーというか、XY のうんたらがこうなるので、プリント、XY。XY でやってあげて OK ですね。はい。じゃあ、ちょっとまあ、ただの、こう、実装頑張るっていう感じの、なんか、すごく情報工学科の演習になりそうな感じの問題でしたが、これやっていきましょう。どうですか？ドーン。おっと。4y レンジ Q。Q がインプットになってるね。Q はインプットにしましょインデックスアウトブレンジ。ijjk。ijjk。A が 3×3 のはずで、ああ、これ、あれですね。ここがやっぱりやりづらいところですね。Python はそんな簡単に配列は作れないところが。お、1、2、2、マイナス2、1。お、ちょっと違う。4のマイナス1、1の4、1の0。うん。嘘ですね。嘘なんですが、とりあえず、0。こうしとくかね。まあ、それでいいけど、ちょっと変なので、あ、そっか、逆だ。こうですね。どういうことかというと、左から書けないといけません。気をつけてください。これもカモの場所おかしい。ていうので、ま、かける向きを気をつけてくださいね。まあ、かける向きなんてね、めちゃいつまでも使えますからね。で、これが、はい、これでいいんじゃない？これでできたかな。よし。どうや？1、2、
2のマイナス、あ、全然違う。まあ、どうせ2つ目なんを見てみましょうか。プリントね、プリントマッチやってよ。いい感じになるかな？いい感じに使える？見づらい。ホワイン、フォーマッティング、マッチ、プリント。はい。これでいいんじゃない？あ、いいじゃない。合ってるのかな？これ最初1の2だから、あ、違う。クエリどこ？クエリ。1、1、2。あ、4。あ、ここか。1して3、3だから、1がまず、1が、1で終わっ、ちょっと Y を行った直後。あー、ちょっと待ってよ。これは、あ、いいのか。1つ目の処理を行った直後って、そうですね、1までの。累積はだから、累積積だから。だから初っ端が1の2なのは良いとして、あ、違う。0、0、まあ0が上に、もう初っ端から間違ってますね。マイナス2の1に、ね、行っちゃいけない。で、反時計回り、時計回り逆とかだったりする。時計回り90度回転だから、ああ、逆ですね。さっき行列逆に書いてました。まあ逆だったんで、逆にすればいいだけなんですけれども。2の時こっちしてもらって、1の時こっちしてもらえば OK です。はい。まあまあ、あとは、さすがに。1、2、2のマイナス1、4のマイナス1。あ、いいね。はい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 。大きい数字にも耐えられますかは？耐えられてますね。じゃあ、変なプリントを消して、あとは、ちゃんと早く動いてくれようなんだけども、まあ、最悪、パイパイを使えばいい気がします。じゃあ、出していきましょう。えいえい。どうですか？何でしょうね。線形変換ぐらいみんな知ってるよ、みたいなメッセージなんですかね。あ、早速、重そう。TLE って言われた。まあ、じゃあ、パイパイで出しましょうか。まあ、そうだよね。これは、なんか、甘く見積もっても TL する気がする。定数倍が27だし。だからね、C 問題とかも、ヒストグラムの問題ね。あれも多分、Python で N 字を書いて落ちるみたいな人たくさんいて、今回は逆殺解とか呼ばれるかもしれないな。呼ばれなかったらいいんだけどね。呼ばれるかもしれないと思いました。で、パイパイならちゃんと通りますね。おめでとうかな。あ、25番目のやつで TLE 走した。そっか。どうしたらいいですかね。2060ミリセックだそうです。まあ、その何をどう回避すればいいのかあんまりよくわかんないけど。あんまりよくわからないけども。クエリ先読みとかしたら明らかに速くなるんだけども、そういうことしたいのかな。してほしいの？ちょっと甚だ疑問でして。なんかシンプルに重そうな処理あるかな。オペレーションをタプルで読んだりするところまあいいでしょう。ここもまあなんか仕方ない気がするし。3回が3行列で持たなくても実はいいんですよね。XY がひっくり返ってるかどうかと、あと X 側が、まあ、X 側、そうです。そうなんです。よ、そうなんですよね。だけどね、これね、どうしようかね。重たすぎるよね。C 言語で書き直せっていうのも苦だよね。一回ナムパイで書いてみますか。ああ、OBS じゃん。ナムパイを書いてみたいんだけど、ナムパイで行列積ってどうやるんだっけ？
いや、ナムパイにしたから早くなるかって言ったらすごく微妙な気がしますが、フロンインポート、ナムパイアズ、NP ですね。で、ナムパイを全然知らないので、ちょっと勘で関数名を当てます。インポートナムパイアズ NP ですよね。まあ、やること行列持ってきて掛け算するだけなんで、マトリックスあるかな ?np. マトリックス。お、ありそう。このクラスのなんか初期化しを教えてほしいです。np. eyes ってあったよね。np. eye。3。ああ、まあ、てかあれでいいのか。np. これ a がこれで、B は np.i の3にしといて、A はこれ、B はこれ、B の括弧1の1とかを、まあ、0の1とかを1にしときましょう。で、A がけ B ってやると、ああ、これ、ポイントワイズにしてますね。a.b なのかな。ああ、b.b は。あ、合ってますね。行列席してくれてるっぽいな。ああ、じゃあ、ドットを使えばいいんですね。だから、まず nb.eyes、カッコ、i、i カッコ3です。あ、なんか、アペンドすると重いから、みたいなやつあったっけ？あ、アペンドすると遅いから、を一回ちょっとやめてみますか。アペンドって動的配列なので、アペンドさせずに。いや、でも、ロック毎回してるのは変わらんか。まあ、まあ、いっか、かっけ。そのね、まあ、アペンド毎回すると遅いというのは正しいので、それをやめさせるために。でも、あれが追加されていってもな。あの、全部参照で持ってるんですよね、Python って。そのあたりちょっと、なんて言うんでしょう。アペンド遅いとはいえ、結局、どでかいものをこう上から置いていくから、あんま変わんない気もしています。あ、おとなしくナムパイ使おう。インポート、ナムパイ、アズ NP して、プロットがいらなくなりましたよね。ポインレンジ XY で X と Y もらって、ポイントドットアペンドなんじゃい ?np.x。あ、np.array の、これですね。で、まず np.i の括弧3をしてあげて、はい、で、m はイントにインプットしてもらって、オペレーションもらって、あと、まあ、でも、ここも結局 NP だとあれ言ったよね。ドット、ドットの、こうですね。なんか、あんまりこれで速くなる気もしないな。あ、うん、これいいのか。こうしてドットドットですね、うん、なんか今回そのあれとタイムリミットの調整が厳しすぎる。あ、でプロドもらうじゃないですか。これプロドがないから、そっか、プロドがないのでドットドットして、そしたら 3×1 行列が出てくるから効果。こうするといいんだね。はい。で、そしたら、これでいいはず。じゃじゃじゃ。よいしょ、よいしょ。はい。どうですか？どうですか？と。ちょっと試してみたいので、これですよね。それで動けば合ってますよ。行列は合ってるから。動いてなかったらミスって。ああ、そうですね。そうですね。のかな。10で合ってたっけ、最後。ああ、合ってる。
NTR作るのはいいんだけど、タイプ、D タイプイコール、なんだっけ、uint60nb.int72 みたいなのがあった。あ、いけたいけた。はい、これでいいですね。はいはい。いいね、今の勘で当たったのすごいね。よし、じゃあもう、乾杯、君に決めた。でね、入力が遅いとかはね、もう知らないです。もうそうなったらね、ちょっと、今回は悪態をついて C 言語に移行しようかなと思います。すでにね、残り40分とかしかないからね、ちょっと、あれなんだけど。頼むよ。あー、遅そう。遅いんだね。多分入力が遅いんだね。あと配列の問題かな。うん、まあちょっとじゃあ C 言語でパッパーと書き直します。皆さん、ちょっと、しばらく好きな音楽でも聴いててください。ベクター、タイプデフ、マットというのを、ね、ベクターの、だから using マトリックスはベクターの、ベクターのイントですと。というふうにして、はい。じゃあ掛け算を作りましょう。もうオペレーター、これを、こうして、n は a.size, l は b.size, m は b.0.size ですね。言われて困るけど、まあそんなことしないと信じて。と、アンサーは n×m ですよね。ベクターと、最初0に書き換えしといて、をインターバル 0im だから、いいね、これは0は0、0は m だから、a は0、a は、あ、l、k、n、n だ。して、アンサーが怖いか、こう、k プラスイコール、アンサーか、こう、あ、a かっこ i、ij かける b かっこ jk ですね。リテリターンアンス。はい。で、あとはもうなんか入力たくさん受け取るだけなので、井戸と pi を元に、やってくぜ。c in n, o in i は0、i は n、だからから。で、c in x, y して、points.pushback。これは、x、はい、いいですよね。はい。インドネックス Y。あ、なんだっけ。マトリックスのベクターだから、ベクターマトリックスポイントっていうのを作ってあげて、はい。こうでいいよね。と。で、こう、イン、で、次は C、イン、M。ポイント i の0、i の0、0からして、まあ、あと変数は宣言します。c in op、if op が1だったら、あ、で、マトリックスを作らないと、マッツを作らないといけないからね。マッツです。で、マッツとプッシュバック。100、0010、これ単位行列ね。001ね。こういうのだよってなって、ああ、落ちてなかった。もういいや、そこは開業して、しても。で、それしたら、ありがとう、オープンです。はい。で、もし、これが1だったら、準備はこれです。まず、アペンド。これは0、0の、マイナス1、0、0の、0、0、1、かける、まあ、ずっとバックですね。はい。アペンドがないね。そうだね。しばくだね。ちょっと、言語を境、言語がね、変わると、ちょっと頭おかしくなっちゃう。掛け算ない？
エクスペクテッド括弧。はあ。どういうこと？ああ、そっか。ベクターマットリックじゃない、マットだよってことです。はい、これでいいね。というのを何回もやっていきます。次は、やって、ちょっと、2、2、3、4です。C、インピーしていきましょう。で、あとはもう言われた通りの、ここに書いてある通りのやつを作ればいいです。0、マイナス1、0を、こういうですね。3の時は、マイナス1、0、2かける P、0、0、はいはい。で、ここは、P が置いといて、なこれ。1の0の0の、0のマイナス1の 2×p ですね。はい。できたと思う。で、あとは、はい、C イン Q して、ポイント i の0、i の9だから、C A B B マイナスマイナス、ね、ポート、マザーは、マッチのカッコ A かける B です。CL とアンのカッコ0の、0の0とカッコ1の0ね。あれなんで？で、A と B が、ポイント B か。OK。じゃあ、あと M と Q ね。M と Q が宣言されてないから。はい、はい、はい。ちょっと、これは、あれだな。大変だな。で、じゃあ、出力をするよ。まあ、1個合えば全部合うと思うんで、これお願いします。うわ、違う。これはソースコード。はいはい。いきます。えい。あ、合ってるよね。合ってるわ。はい、じゃあもう頼むわ。よろしく頼みます。こんなに制限が。あ、ちょっとこれ危ないね。C 言語は、オーバーフローが危ないんで、オーバーフローしないことに気をつけて、提出と。なんか、ところどころインとかあった気がするよね。大丈夫かな。まあ、行列になった瞬間、ロングロングになるんで。あ、ランタイムエラー。ランタイムエラーですって。どこでランタイムエラーしたんでしょうか。だって、この2つでランタイムエラーしてないなら、もうランタイムエラーしようはないじゃない。ないじゃないという気持ちです、今。なんでかな。あ、ランタイムエラー何回やったかは、見といた方がいいですね。全部でランタイムエラーしたら、手元じゃ再現できないランタイムエラーな気がします。Python だからだ。あ、そっか、そりゃそうだ。よいしょよいしょ。C 言語にしてください。 C++ クラング10.0。あ、違う。いや、なんかパソコンが重いので、なんとなくぐだった感じになりますよね。ちょっと、金が入ったら、いいパソコン買おう。お金入るかわかんないけど。さあ、頼む。最後の方に重たいケースがあるんだ。僕は知っているんだ。あ、通ったよかった。よかったんだけど、これみんな大丈夫かな？まあいいや。じゃあまあ、F 問題解きます。お楽しみに。